カーデナルの守備陣、世界最強になってしまう。もはやカーラフィオーリやトミヤスを偽センターバックで攻撃時1列上げて、守備時5バックにするんじゃないかってレベルのディフェンス陣。アーセナルは絶対に取るべき人材、ガブリエウ、サリバの代役も任せられるし、左サイドバックもいける。これでジンチェンコ、キビオルで負ける試合がなくなる。バックスをホワイト、サリバ、ガブリエウ、トミヤス、デンバー、そしてカラフィオーリ、この6人で回していくのが最も勝率を高められそう。サリバライトセンターバック、マガランレフトセンターバック、ホワイトライトサイドバック、カーラフィオーリレフトセンターバック、レフトサイドバック、トミヤス全部、デンバーライトサイドバック、レフトサイドバック、センターバックはわからん。ティアニー、チェンコ、キビオル売却、ってのが結構ありえそう。センターバックサリバ、マガラン、右センターバック兼右サイドバックホワイト、左センターバック兼左サイドバックカラフィオーリ、どこでもトミヤス、デンバー、正解はこれだったか。まあ様子を見てみよう。もうバックスに弱点ないだろ。トミヤスは途中出場中心で怪我しないように回せばよし。サリバ、マガラン、ホワイト、トミヤス、デンバー、カラフィオーリ、正直もう穴がない完璧なディフェンス陣が形成される。センターバックのローテーションもできるから神。ただカラフィオーリはアナルに行ったら世界一贅沢な控えにならない？左サイドバックのファーストオプションにするのかな。トミヤスの稼働率もセンターバックの控え問題もあるし、なんだかんだで8割くらいはどこかのポジションで稼働してそう。いいからセンターフォワード取れ。